キー・ファー・ハベルは、アメリカ合衆国ミシュガン州、ランシング出身の男性元、フィギュアスケートアイスダンス選手。2007年、JGP ファイナル優勝。2010年4大陸フィギュアスケート選手権3位。パートナーは、アナスタシア・オルソン、実米のマディソン・ハベル。ミシュガン州ランシングに生まれ、9歳の時にスケートを、始めた。スケートを始める前は体操競技をやっていたという。 2001年、実前のマディソン・ハベルとカップルを結成し、2006年には全米選手権のジュニアクラスで2位になるまでに成長した。2006から2007年シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦。初戦の JGP クール・シュベルで2位、2戦目の JGP ハーグは優勝し、JGP ファイナルへ進出を果たした。 初出場の JGP ファイナルでは、コンパルソリーフィギュアで2位スタートとなったものの、オリジナルダンスとフリーダンスで1位となり初出場で、初優勝を飾った。2007年世界ジュニア選手権では、コンパルソリーフィギュアで12位と大きく出遅れ、その後も、制裁を欠き6位に止まった。2007から2008年シーズン、ISU ジュニアグランプリへの出場が予定されていたが、 怪我により欠場したものの、復帰戦となった2008年全米選手権のジュニアクラスで初優勝を飾った。2008から2009シーズン、ジュニアグランプリシリーズで2勝を果たすも、ジュニアグランプリファイナルでは2位に終わった。3度目の出場となった世界ジュニア選手権では、コンパルソリーダンスから次第に順位を落とし、メダル獲得には至らなかった。2009から2010シーズン、 シニアに移行し、初めてのシニアの ISU チャンピオンシップとなった4、大陸選手権では、銅メダルを獲得した。2011年5月12日にマディソンとのパートナーシップを解消。2012年には、アナスタシア・オルソンとカップルを結成することを発表した。2012から2013シーズン終了後、競技から引退。マジソン・ハブルキーファー・ハブル。 アナウンスエンドオブパートナーシップハットハブル、オールソンジョイン DSC、S アイスダンシングロスターハットハブル、S スコープ、バランシングプログラムトゥイークス、ヨガ。ありがとうございます。